はい、ともゆきです。では続きからやっていきます。今回は、前回までに、アイテムレベル117まで上げることができたので、今回は119を目指していろいろとやっていこうかなと思います。アイテムレベルを119にするにはいくつか方法があるんですが、一番簡単な方法としては、アドリン地方の同盟戦績を稼いで、そのポイントと、アイテムを交換することが一番早いみたいです。同盟戦績は、武器が3000、防具が5つで9100、合わせて12100ポイントあれば一式と交換できます。同盟戦績を稼ぐ方法はいくつかあるので、今回は試しにワークスコールっていうのをやって、戦績を貯めてみたいなと思います。はい。ということで、地図は、アドリンの東に、の F9 にいる、シファって人ですね。この人に話しかけると、アドリン地方の地図をもらうことができます。で、まだもらってないので、とりあえずララ水道とケイザックとヤスで、やつは0ポイントでもらうことができます。はい、次にワークスコールを受けに行きます。はい、ということで、ワークスコールについては西アドリンの G7 にある COU ワークスから受けます。ワークスコールを受ける。で、戦績物資、戦線物資か、戦線物資を受けます。で、ケイザックか。で、まあ3枚でいいかなと。はい、ではワークスコールを受けたので進めていきます。はい、では、ウェイポイントをまずは開通しに行きます。はい、一つ目はここです。開拓者であるお前にパイオニアワークスの一員として最高に重要な技を伝授してやろう。まずは危険。ウルブカのジャングルは何らかの不思議な力で驚異的に成長している。開拓のために木を切ってもまたすぐ生えてきやがる。波の再伐採技術じゃ立ちが開かねえってわけだ。ここでログスキルっていう技術が役に立つ。その技を身につければ、道を塞いでいる大木だろうが何だろうが片付けることができるようになる。うむ、すでにお前はその技を得得するだけの経験を積んでいるのか。コロナイズ経験者だったかな。なら教えてやる。道を塞いでいる待機や何やの片付けログスキル。あの部分をこうしてこうだ。さらにあそこをこうやってこうだ。ふっ。これでお前もログスキルを使えると、これからもコロナイズに精を出せ。未だにコロナイズの全容は解明されていないが、不思議な効果が多々ある。
戦いの中でいろいろな発見もあるだろう。それらを見つけ出し、コロナイズを有利に進めるのだ。はい、ということでログスキルがゲットできました。これでコロナイズとコロナイズができるのかな。これでいけるのか。参加者とか。これたまんな。これやってるだけでたまるじゃん。いたいた。なるほど。木を倒せば取れるようになってザコがいなくなった。オッケー。なるほどね。よし、2個目開通。はい。はい。ということで、三つ目。これで全部開けたと。で、シャープが大きい人に渡した方がいっぱい戦績がもらえるらしいんで、これでいいのかな？これでワークスコールを達成と。なるほど。で、これで戻ればいいんだ。はい、ということで戻ってきました。達成報告。これか。はい。3600ポイント。あ、同盟成績も入ってる。このワークスコールを達成するのに、コロナイズドライブをちょっとやってなきゃいけなくなって、それをまあ、やりつつやってると結構簡単に溜まります。で、2回目以降は、1回ワープが開通してるんで、ワープを利用すればすぐにクリア可能です。ランクが上がるまでは同じところに行くしかないのか。はい、ということで、全部で5回やると、23000まで貯めることができました。はい、これで戦績装備と交換することができます。はい、ということで、アイテムとの交換は、東アドリン F7 の PCK ワークスにいる、2名、クレックリーさんとベスカさん
この二人に武器と防具それぞれ、交換することができます。でまず武器から交換します。はい。ホムステード装備ですね。の、私は暗黒なので、鎌をもらいます。3000ベアルド。交換。はい。次、防具です。はい。防具は GN 装備のプラス1のやつを5種類あるので交換します。はい。ということで、全部揃ったので装備してみます。はい。装備できました。これで、アイテムレベルが119になりました。同盟成績を稼ぐには、ワークスコールの、戦線物資をやれば簡単に集めることができます。ワークスコールを進めるにあたり、フィールドの途中で、障害物で取れないところがあるんですけど、それは、コロナイズレイブというもので、障害物を破壊することで、まあ、取れるようになります。でこのコロナイズレイブでも、同盟成績を稼げるので、合わせてやれば、13000とか簡単に貯めることができるので、これが一番簡単な方法なのかなと思います。ということで、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして、概要欄に Twitter のリンクも貼っておりますので、よかったらフォローもお願いいたします。それでは、またです。